アフゴーイは、ソマリアのカブシェベリ州の南東部にある町。アフゴーイ地区の行政中心地。ソマリアの首都モガギ州の西方25キロメートルにある。町の中央部にシェベリ川が流れる。2013年時点のアフゴーイの人口は約7万9000人。アフゴーイ地区全体では13万5000人。アフゴーイの多くの住民は、ソマリ族であるが、ソマリ族以外も住む。 ゲレディ国のあった17世紀終わり頃から、イストゥンカと呼ばれる新年祭りが行われ、現在まで続いている。中世、現在のアフゴーイを含むソマリア南部の多くの地域が、アジュラン国の支配下にあった。17世紀の終わり、イブラヒム・アデールがこの町を首都とするゲレディ国を建国。1908年、イタリアがこの地を占領し、イタリア領ソマリランドとした。イタリアは、 モガディ氏とアフゴーイを結ぶ鉄道を建設した。イタリア領であった1920年代、この地域ではバナナの栽培が豊富であり、すぐにソマリ料理にも取り入れられるようになった。その後はイギリス軍政、イタリア新宅等治療ソマリアなどを経て1960年にソマリア共和国の一部となった。1980年代、アフゴーイは、 ペルシア湾岸諸国の投資対象となり、クウェートの主張がラマダーンを過ごすのに使われたこともあった。1991年からソマリア内戦が始まると、首都モガディシュの多くの住民がアフゴーイに避難をした。2008年10月、アフゴーイ地区を洪水が襲い、多くの難民が被災した。2008年11月、イスラーム過激組織アルシャバブはアフゴーイの町に、 厳格なシャリアを課している。2009年8月には、ソマリア暫定政府の軍と、アルシャバブとの戦闘が報じられている。2011年8月、首都モガリッシュからイスラーム過激組織、アルシャバブが撤退し、ソマリア暫定連邦政府の支配が確定してからは、アフゴイにいた、避難民がモガリッシュに移動して人口は大きく減った。2012年5月25日、 ソマリア暫定連邦政府は、アミサムの支援を受け、アルシャバブからアフゴを奪還した。ありがとうございます。